トマー・シュペク・ハルトは、チェコプルゼニ州、スシテ出身の同国代表サッカー選手。エクストラクラサ・レギア・ワルシャは所属。ポジションはフォワード。2003年から、SK スラビア・プラハのユースチームに所属。2006年の夏に、イングランドのトッテナム・ホットスパー FC のユースチームに移籍した。この年20試合に出場し19ゴールを記録した。2008年の8月。 サウサンプトン FC にレンタル移籍した。9月14日のクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦でデビューを果たした。イップスウィッチタウン FC 戦で初ゴールを決めた。2009年1月、フルスのセラビアプラハにレンタル移籍した。2010年1月、FK バウミとヤブロネツに移籍した。その後 AC スパルタプラハにレンタル移籍した。 2011年7月1日、ドイツの1、FC ニュルンベルクに移籍した。2013から14シーズンを終えクラブは2、ブンデスリーガーへの降格が決定。2014年8月28日、FC インゴルシュタット04に移籍した。インゴルシュタットでは、出場機会に恵まれず、2016年2月1日に、ギリシャスーパーリーグのエッグアテネ FC と2年間の、 延長オプション付きで2016から17シーズンまでの契約を結んだ。2017年7月23日、イスラエルリーグのハッポエル・ベール・シェバ・ FC へ移籍し、2017から18シーズンには28試合で5ゴールを記録した。2018年8月13日リーガ・エスパニョー・ラ・ニブの UD ・ラスパルマスへ移籍した。チェコ代表として、各年代で招集され、 2006年に UEFAU-17 欧州選手権2006に出場しにゴールを決めた。2007年には FIFAU-20 ワールドカップに18歳で出場し準優勝に貢献した。2009年にも FIFAU-20 ワールドカップに出場し1ゴールを記録した。チェコ U-21 代表で通算13ゴールを記録し、歴代最多ゴールを記録している。 2010年5月22日、トルコ代表戦で A 代表デビューを果たした。2012年10月12日の W 杯予選、マルタ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。